ブランドイメージをいかに壊さず、ツイッターなどで口コミを広められるか、そこはやはり表現の仕方でコントロールできるっていうのが見える事例ですね。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきましょう。あなたの声で膨らむプロジェクト、ロペピクニック。インスタグラム、ツイッターで気持ちを投稿すると可愛いバルーンが完成。抽選でルックブックのコーディネートが10名様に当たる。春の新作コーデとクーポンがもらえるキャンペーンということで、まあ、ロペピクニックっていうおしゃれなブランドが行っているキャンペーンです。まあ、コロナ禍において外に出る機会って非常に少なくなって、イコールおしゃれをする機会っていうのが少なくなっているわけで、おしゃれをしたいというユーザーの課題を答えるべく、まあ、ユーザーは外に出ておしゃれをしたいという気持ちが膨らんでいるだろうというところと、服をかけてキャンペーン名がついていると。さあみんなでおしゃれの欲求を膨らませましょうというところで、まあ、インスタグラム、ツイッターで気持ちを投稿すると、その気持ちいいねで可愛いバルーンが完成すると、まあ、気持ちをヒントにルックブックを披露。ルックブックっておそらくファッション業界だとカタログのことを指すと思うんで、気持ちをヒントにカタログを披露みたいなことが書いてあるんですけど、ちょっとまあこれはよくわかんないんですが、まあ、その投稿に対していいねをすると抽選でカタログのコーディネートが10名様に当たるというようなものになっています。まあ、投稿方法はインスタグラム、ツイッターフォローして、ハッシュタグ膨らむプロジェクトというのをつけて140文字以内でツイッターで投稿するというようなものになっています。まあ、インスタグラムは140文字以上に投稿できると思うんですけど、まあ、この後ちょっとその辺も解説していきますね。だからみんなの気持ちを見る、クリックしてみましょう。そうすると今日のバルーンっていうのが出てきて、まあ、その背景に何かこうバルーン的なものが動いておりますね。でこの今日のバルーンのところに出てくると、ちょっとね重めなんですよ。何で重いかっていうと、おそらくはその投稿されたハッシュタグが入った投稿っていうのをその HTML の動きで加工して表現しているんで、データベースを読み込む時に多分ハッシュタグを検索しに行ってデータベース入れて読み込んでるんで、少し時間がかかってしまっているんだと思うんですが、まあ、こういってこのバルーン、風船、膨らむっていうところのものを動きで表現しているっていうところが面白いですよね。なんでこの外に出たいと思う、気持ちが膨らんでるんだよ、もしくは膨らませてねっていうブランドの思いが伝わってくるキャンペーンになってます。で最後にこうみんなの気持ちの膨らみがどんどん広がっているんだよっていう図式、グラフの表現でみんな一緒の思いでこのキャンペーンに参加してるんだよっていうところを表現しています。ファッションなどブランド価値を下げれないものに関してツイッターのみで完結するハッシュタグ投稿キャンペーンってちょっとマッチしないんですよ。なのでブランドイメージをいかに壊さずツイッターなどで口コミを広められるか、そこはやはり表現の仕方でコントロールできるっていうのが見える事例ですね。これであなたの曲もネクストステージだ。面白いデジタルプロモーションを見つけたらコメント欄でぜひ教えてください。また勉強になったなと思ったら高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。